桜まつっちゃんどこにおるんですか。うん、上かな、もっと上行くか。水がない。本当にない。下行こうかな。もうでも下行ったらマジで死に場所やと思うわ。今の怪しい。今の怪しい。今の怪しいな。今の怪しいな。磨かりじゃなかったぞ。魚臭かったな。ないわ。あ、魚臭い。あ、魚臭いな今の本当に。おい、鼻ででんくなったけ。いや、めっちゃ大きいな鮎。いやー、なんかさっきの場所の方が、ここは流れがあるけど水がない。難しいの。中流や、もっと下や。流れはある、流れはいいけど足りない、傘が足りない。きつー。どこ行くといいんや。まあ、いやー、ここにはいないんじゃないの。上がってこんな。下や、下下ろう。うん、次のエリアに向かいます。本当に鮎が跳ねまくってるな。鮎はかなりスムーズだという感じです。ベイトが多すぎるやん。だってもう鮎何回、3回かかったぞ。なんやろな、チャレンジする日がいつも恵まれてないというか、天気だけマシないけど。はいぞ遊ぶわけじゃないけど、せっかくなら投げたいやん。来たびっくりしたいいね。うわ、こんなとこでいるか、最高や。うい、だね、アイザー最高や。レイシーバス、うわ気持ちいい。やりましたね、アイザーちゃん出ました、最高や。うわかっこいいやりました。早かったな、思ったより。イエイえ、めちゃめちゃ嬉しいぞ。ベンチ、ほらほらほら、かなり良いよ。アユもいると。アユ跳ねましたね。アユいすぎるとあかんねんけど。
ガタガタガタ今日2回目やずり落ちたの。でその状況の変化を、まあ見てれば気づくことができる。それってすごい大きいことで、だからその変化に、お、来た、なんか来た。濁いやな。すいませんやったわ。逃げ出しまった。いいかい。シーバスがいた。はい。はい、お騒がせ。はい。シーバスをバラしました。いや、今はちょっとちゃんと見たかったかもしれない。油断してたね。どうせ来いやと思ったし。シーバスがここにいるっていうことは、ここには桜はいませんね。なんで場所を変えましょう。そこの土砂が流れで削られてるのか、ちょっとよろしくなってる。あの濁りが良くないな。反応がない。さっきのシーバス釣ったことにしていいですか。釣り来てないけど、ランディング失敗しちゃったでね。ここですごい飛ばされる。こんな目の前でもうあと1メートルずつ回収やってびっくりもうこんだけですよ回収。俺リール巻いてないもんね。やった2本目だ。はい、一応桜は狙う釣る気あったんでね。シルバークリークです。ダイワさんのシルバークリーク。いや、いい魚やね。ウィーってバス持ちしてると怒られるかもしれない。水中映像で。はい、じゃあここでね、2024年九頭竜川桜マスチャレンジを僕は終了いたします。はい、また来年ね、トレダができるように頑張りたいなと思います。九頭竜川も数回日経でチャレンジしますし、来年はどっかの河川に出没しようかな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録も